や、デイズアライフってのはみんなスーツで行くんじゃないの？違う？じゃあ今日、あれや、娘の宮参りや。宮参りさっき終わったところで、スーツで行かなかった。どこここどつくぞ。ほんまに。で、ほんまな、あれやで、俺、未だにこっち帰ってくるときに、帰ってきた感全く出えへんで。家着いたら。ほんまなんもないとこやで。ほんまど田舎。これ今日雪溶けてるけど、昨日ガンガン積もってたからね。ガン積もり。はい、大阪帰りたいわ、もう。あれ、どれ、滋賀県民。台車、台車。あ、台車なんや。台車。まあ、後でわけは聞くけど、台車なんや。去年の28日にね、うん、俺車で事故ったんですよ、うん、その事故現場見せますわ。俺今この走ってる道あるやんか、はい、これは事故ったおっさんが走ってた道、うん、相手あ、はいはい、俺は向こうから来んねんけど、うん、あれ鏡見て見えるね、あるやろあれ、まあ、あるし、これな多分教習所でも習うと思うけど作法優先やねん、ここ。あ、普通はね。そうそうそう、おっさんボボン出てきてやな、うん、わし止まれんでぶつかってやな、うん、車廃車ですよ。ほんでな、うん、廃車って言われてて、うん、でも、うん、俺言ったらフロントの右側がもう一番行かれてんねんけど、うんうん、同じ色の車で、うん、左側が行かれてる車を見つかったらしくてそいつ使ったら直せるかもせえへんぞみたいな、まっちゃんみたいな感じになって、マジですかみたいな、うん、今それ待ち。暑い。皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、はい、今年一発目の、うん、まあ映像になると思いますね。その一発目の映像がなんかクソおもんない俺のデインザライフとかにいいんかな。デインザライフって言われへんねん、こんなん。見てこの景色、ここでさ、いいイマジネーション出てくると思う、こんなところに住んでて。俺はないな、刺激がないもん。寒さという刺激しかここは感じられへん。やっぱ寒い。めちゃめちゃ寒い。なんか動物も出そうやな。出る出る。タヌキはここら辺には全然おるし、キツネもおる。んで、俺が車その預けてるところは、うん、鹿がおる。あ、そう。うん。イノシシとかもおるでな。ああ、おるやろな、うん。猿とかは。猿もおるで。いいとこはないやん、滋賀の。いいとこ？うん、いいとこないな。これバス停、これバス停見て、これバス停。あ、これバス停。三階言うたけど。どんだけ簡素な作りやねん、感じで。めっちゃええやん。これ無理やん、もう危ないやん。はい、今からっす。はい、どうぞ。おかえり。ケツ出てる。お邪魔します。あけましておめでとうございます。あけましておめでとう。おー、マイベイビー、マイベイビー出ました。アホか来てんだな。ほら、ほら。今寝てるとこぶっちゃいくな。めっちゃ可愛い。紹介してあげて。これうちの子供、ココアちゃん。ココアちゃんです。ココアでーす。ちょっと抱っこさせてもらっていい？いや、それは無理やわ。いや、今日それしに来たんや。どっちかやったら、レインザライフとかどうでもいい。ちっちゃい？軽いわ。軽い？マイロの方が重たい、やっぱ男の子。マイロの方が全然重い。男の子と女の子でやっぱちょっと違うよな、体の作り。ちゃうよな。絶対違うよな。これココアちゃん。そしてこれ俺の子供の時。そっくりです。かわいい。親子揃ってアホか。どんな子に育ってほしい？育ってほしくないの言っていった方がいいんちゃうかいぐらい。うん、まずスケートボードはもう絶対 100% させへんしな、俺は。そう、絶対させへん。なんで？でもしたいって言ったら、うん、無理って言う。なんで？あ、おちゃん、お前っす。理由は怪我とかしてほしくない。こんなもう綺麗な体で生まれてきてやで、うん、なんかこうやってこうポキ折れたりな、うん、もうなんか擦り傷になったりな、うん、絶対嫌や、そんな。でも本人がやりたい言ったら、じゃやりたいっていう関係せえへんもん。だって家族全員やってるやん、あんたのこと。まあでもなんかいろんなことはさしてやりたいけど、とりあえずなんかほんま人として真っ当な人になるんだったら別にええけどね。なれるんかな。まあでもパパがパパやでな。パパのお友達もな、クズばっかやでな。ほんまにどうしようかな。でも多分スケートするとしたら俺の何かを受け継ぐやろな。かわいい。かわいい。焦る。あ、紹介しないんじゃん。お嫁ちゃん、お嫁ちゃん。えお嫁ちゃん、お嫁ちゃんとココアちゃんと素敵なパパ、素敵
止めて。まあ、ほんまこんな一日やで俺起きてこうやって子供抱っこして一日が終わっていくというほんまにおもろない無駄な一日を俺は多分過ごしてると思う。ほんまにマジで抱っこしたらいいやつ、まあ、みんなが考えてるようなね刺激的な一切ないね、うん、俺は素敵やと思うけどね。でも喋ってないからコミュニケーション能力がちょっと低くなってるで多分面白くなくなってるかも俺。まあ、ちゃん、うん、ここパパお出かけやで。うわあ、目開いた目開いた。こんにちは、マニミズココア。もうええってあと鼻のこれスリスリするの、鼻スリスリ量するのこのまま一日終わらないデインズライブ。はい、行ってくる。はい、いってらっしゃい。なんか言うとくことない？まっちゃんのことどう思う？どう思いますか？すごい、すごい。すごい？すごい。いや。何を言いましたね。なのかもう言うだれ、ピシッと言ったこと。時一言言うだれ、ちょっと。まっちゃん、家でどんなことしてる？外の顔を荒らせるぐらいなんもしない。あ、ずっと寝てるな。それ妹と同じこと言われてるやん。ずっと寝てる。行ってきます。いってらっしゃい。また言わさせてもらいます。また行かせていただきます。バーベキューしよう。でもほんまにうん、しようしよう。早都会の空気吸いたいわ。田舎の空気の方がうまいやん。まあ今日の流れとしてはまあ滋賀をまあ紹介し終わったとこで滋賀の紹介のされ方ちょっとかわいそうやろ。まあでもいいとこでかいからな滋賀県って結構、うん、もう琵琶湖取ったら普通に何も残らへん。何も残らへん。でもやっぱここで生まれ育った人はやっぱここがいいって言うわ。やっぱ職場の人間と喋っとっても俺は早く大阪に帰りたいって言ってんけど。ほんまにいいんこんなネガティブななんか会話ばっかりしててまあでもどんなとこでも住めば都って昔のようには言うからね。とりあえずはその娘のために頑張って働きの、まあ、カムバック大阪ですね。ああ、うん、これも絶対もうこれもずっと決めてることなの。絶対に帰る。絶対に根付かんで俺ここには。はい、こっから北国です。一面終わってます。でもカメラ越しに見たらいい映像かもね。これ肉眼で見たらそんな絵良くないけど猟銃持ってへんこのおじさん。持ってんな猟銃。持ってんな猟銃。持ってんなこいつ初めて見たわ俺猟銃持ってるやん。あのおじさんにハゲ言うたら撃たれんやろな気配消そうとしとったもんな髪の毛もろとも気配も消しもろとも気配も消しもろとも。はいよ、はじめまして。はじめましてじゃないですよ。 SSG の時に会うてますわ。あ、ほんまですか。お久しぶりです。お久しぶりです。僕のパッキンファンカーゴどこにあるんですか。パッキンファンカーゴちょっと待ってや。はい、うお、これやばいな。ほんまに走んねんで。これお店の紹介しとこうかな。フロントサイドガレージっていう車屋さんでさ、滋賀県で車屋お困りの方はパパが迅速に対応してくれます。早かったよ俺の時も。アメリカンホームダイレクトで早いで遊ぶ遊ぶ。ええな、素敵やな。うわぁ、やばない、やばない。さあ開くようになってる。開けた、電気が大丈夫。これを動かせるようにできるんですか。一応ね、その方向で後ろ見てもらっちゃおう。後ろお、レペゼン、レペゼンジョーカース。一瞬でこんなんなるとこマジ無謀よな。初めてやもんな、だって見た、うん、初めて会って、この状態まだまだまた電話するわ。わかりました、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ乗りに行く人でね、楽しい人なんですよ。嬉しいな。はい、生い立ち的なことはどうなの。あ、俺の、うん、俺1982年の6月20日の11時夜の11時何分かに生を受けたわけですわ、うん、ということは今何歳。30、今年31。どういう生い立ちやったの。幼稚園には行ってたな。ただ、うん、小学校1年生に上がって2年は俺学校行ってないんですよ、うん、俺生まれ大阪やねんけど、うん、うちのおばはんの実家は奈良なんですよ、うん、奈良に1回行って1年ぐらい、うん、あ、そうなの。ほんで大阪に帰ってきて、うん、小学校3年生から学校に帰ってたから、うん、んで勉強もなんかこうついていかれへん感じやってんけどって言ってたんやけど、全然ついていけてて俺は。どういうこと。まあ賢かったんでしょ多分、うん、
なんかこいつらのと同じペースで勉強しなくても俺できるやんみたいな感じになって遊んでたな。ああ学校もろくに行かんと、うん、でも家で勉強してたんですよ。だから全然学校行ってなくてもなんかアホみたいにはならなかったですね。ああで中学校入り、うん、まあ遊び放棄してたんですね、うん、スレーラーと、うん、まあ中学校卒業するわな、うん、で俺は定時制の高校に行きながら昼は現場仕事やってて、17ぐらいでも辞めたの。もう今仕事一本にしよう思って、うん、でなんか仕事一本にした割になんか仕事も続かんと遊んでみたいな感じで、うん、でそんなやってる時に18歳ぐらいの時にスケートボードに出会うわけですよ。俺の連れが初め BM を買って、まあ、その次にスケートを買いよって、ほんで俺がその BM をもろて、うん、で2人でこうやってやってる時に時たまこう交換とかしてボーリーができたんやな、うん、その時に、うんうん、まあこっちのおもろいやんってなってそっからスケート始めた。ほんでちょうどその頃中学校の同い年の子とか1個下2個下ぐらいの後輩のコーラがちょうど地元でスケボーやってて一回見に行ったら、うん、めちゃめちゃうまかって、うん、何やお前らってで悔しくてめっちゃそいつらと一緒に滑ってて練習してみたいな、ここで一番なったろみたいな、その時からなんかその一番見てこだわってたわなんか、うん、ほんで19、20歳ぐらいの時に元気とか玉城に会うんですよ僕は。あ、まあ、あいつらと会ったことによって俺のスケートもっと変わったんですよね。ローカルで滑ってたんが梅田とかその南とか行くようになって、はいはい、でいろんなスケーターね会うようになって、なんでムラッチョと出会うですよ、はいはいはい、その頃からなんかこの人なんかおかしい人なんかなって俺思ってたもんなまず日本人がどうかさえも不明やったしあの時俺は衝撃やったけどな。オーリーなんか見たことない、はあはあ、はあ、その間近でね、うん、ムラッチョと会ってからやな、もっと広がったね。でもいや俺もまっちゃんと出会ってからそれからなんか方向性がどんどん変わっていってな、はあ、ほんでそっからの俺のなんか安さらへの応募が始まるっていう感じやな。いやだから面白いと思ったことを面白さに貪欲すぎたよな俺は、余談飛んだ、うん、それに伴う犠牲はもろともせんかったんだよ僕は。面白かったらええみたいなその後にスケートを続けへんの岐路に立った時やね、うん、ちょうど25の時やわ、うん、この1年でもし何も俺にスポンサーも何もつけへんかったら俺はスケートやめるって言ってたやん、うん、俺で ISO リズに俺らに1回初めて一緒に行ったんかな、ムラッチョと。ほんでハラちゃんに初めて会った時にムラッチョが多分それをハラちゃんに言いよって、あいつもったいないさみたいな感じのノリで、うん、それでハラちゃんが情報の話聞くわみたいな感じになって、うん、次行った時に契約してもらったよ俺、うん、おまあ、スケート頑張ろうみたいな、うん、俺の場合なほんますごいスケートやってて思ったらもうこの人つながり、うん、そこやな、めっちゃ増えたもんな、ね、やっぱこうそれがすごい財産やなと思いますね。だからスケートこうやって振り返って、ああできたこうできたいい映像を残せたとかそんなのよりもなんかこの関係築けたことがでかいなっていうのを年取ってから思いますわ。だからやっぱスケートっていいよね。スケートじゃなくてもなんか俺が打ち込めるもんあったらそれはそれでよかったんやけど、それがただスケートっていうだけの話でね。うん、東京はいつものまっちゃんと違うよ。今からいつものまっちゃんになるよ。大阪入ったらもうちゃんぽらになるからまっちゃん真面目なとこあるからな、ほんまに真面目だからな。ほんでいたって例えばお互い妊婦さんをお持ちのあれやったやないか、あれやったやないか、妊娠生活10ヶ月、うん、奥さんお酒飲めません、うん、でもまっちゃんはそれにな付き合って、うんうん、お酒も控えてたよね。そう僕は控えれなかったその辺がまっちゃんもすごいと思う、うん、あ、そう真面目というかこう見えて。そうやね、それを見せへんけどな俺は。見せへんな、うん、そういうとこだって見てもおもんないもんな、みんなどっちかっていうとこう客観的に見て面白いものっていうのはやっぱしそういうんじゃないもんね。俺に求められてるのはスケートじゃなくて面白さよ。うん、もっとスケート見てほしいんだけどな、うん、スケート見てほしい結構できんねんけどなまずノーリングだよ。
はいよー、大阪です。やっと来たよ、大阪。全然じゃん、活気が、人の数がちゃうやっぱいいね、大阪の人がゴミゴミした感じにたまらんない。これは俺が生まれ育った街やから。取れてたんかな今。おもましい返しや。いきなりメイクル思わへんもん。一発やもん。じゃあ今日の俺のデンジャーライフのゲスト森岡正志プロ、今日一日一緒にセッションして、いいの撮っておきたいと思います。ね。スケートの満足できる映像を残すためにも。うわ、こいつがいる。ガタちゃんマジ苦手やねん。もう一回ガタちゃんやってみよう。絶対ガタちゃんミスるんちゃう。無理やわ、こいつは。やっぱさっきのがメイクやねんて。プロクル初一、いける、いけるって。見たことないし。アホ抜かせ、見せてあるわ今から。いや、もうよかないでしょ。どうしよう、スイッチハード今。レベル上げていくね。横断やから。横断せ。無理ちゃん、ちょっと見えんかったわ。いた、ちょっと待って、泣き泣き話して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 。今日もビッグバイバイ。いくらやったんすか。ここでさっきとか持ってもダメだ。それもダメですか。いや、その辺ありがとうございます。ありがとうございます。俺の長さを取ってな。何言ってんの。いや、めっちゃいいスイッチハードやつな。いいね、まだ見てるよ。大阪立ち寄った際に絶対に立ち寄るショップやな。今日さ、デンザライフに滋賀にわざわざ来てくれて、すげえ。俺一日追ってんの。マジで。そう、もう終わりですよ。これで、これ最後。早く終わってほしいんですけど。俺が最後に立ち寄るショップって、もうシャバいショップやけど、こっち。まさか、あんまレジ、お金ないけど。今もいい。ここですわ、アイエスオリーズ。はい。もしょうもない店長だよね。ストリートをね、撮影しててさ、こいつと仲良くセッションするっていう体で滑ってたら、ちょこいつに持っていかれてきてんの、今の流れで。そうでしょ。なんでやねん。上のパークで締めようかな。Oh,
らんやろ俺が一発でなんかまだ決めたらおもんないやろ、まあ、おもろかった。おもろさ的にはどう80%。 お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあこんな感じでしょうもないディーンザライフでしたけども、蓋を開けてみるともしかしたらこれ森岡さんの持ってかれた感がある。持ってかれてた、うん、でもそういう役や俺いつもなんか結構の女の、うん、まあでもめっちゃ楽しいセッションができた久しぶりに。ありがとうございました。ありがとうございます、うん、まあでもこんな感じですわ。こんな感じほんまにパパスケーターでも、うん、よいしょできる動けるぞ。お互い頑張りましょう。お互い頑張りましょう。はい。そうそう、かわいい顔で笑っとるわ。これほんまに親バカやなこれ。あ、音が出た。最悪や。ネクストキッズ来たわ。ネクストキッズ。世代です。こいつらに負けへんようにもう大人げなく俺はもうやっていこうかな。今やからまっちゃんまっちゃん言うて言うてくれるかもしれんけど、もうちょっと先やったら、うん、おいとか言われそうやな。うん、ちょっと邪魔とか。お前、まあ、チンコ引っ張ったるからなそんなに。ほんまに。あ、一言なんかもらっとこうか。もらっとこか。せっかくやし、もらっとこうか、うん、今年1年の抱負言うていこうじゃ。今年1年の抱負、今年の目標はスポンサーをつけることです。よっしゃ、言ったで。今年の目標は AJSA で入賞することです。うわー、もうスケボーのことやんけ。俺ら抱負言った時そんなこと出てけんかったぞ。家族を大事にしてとか言ってちょっとやるなこと言うて。じゃあそれに向けて今年1年な、頑張ろう。みんな抹茶のことどう思う？オーリーが高いから、俺もオーリー高くなりたいな。いや、めっちゃ可愛いやんけ、ほんまに。めっちゃ可愛いやんけ、お前。まっちゃんはね、声が高い。おい。そうやけど、そうやけどな。そこは今、お前言うべきことじゃないと俺は思うぞ。結果、まとめますと、俺はそんなでかい存在じゃなかったってこと。いいね、でも身近な存在でいいね。それがいいね、それでいいね、それでいいよ。これからも頑張っていこうね、みんなでね。そういうことで、お疲れ様でした。はい、皆さん、お疲れ様でした。まちゃんどんな存在やった？え？まちゃんどんな存在やった？声が高い。